新福寺修造の古事記古事記は一般に現存する日本最古の歴史書であるとされる。その序によれば、和道5年に大野安丸が編纂し、元明天皇に献上されたことで成立する。上中華の三巻。内容は天地開白から水古天皇の記事を記述する。8年後の養老4年に編纂された日本書記とともに、 神代から上古までを記した詩書として、国家の聖典として見られ、近代より危機と総称されることもあるが、古事記が出雲神話を重視するなど、両書の内容には、差異もある。古事記の原本は現存せず、いくつかの写本が伝わる。成立年代は、写本の序に記された年月日により、8世紀初めと推定される。内容は、 人代における天地の始まりから、水古天皇の時代に至るまでの様々な出来事が、記伝体で記載される。また、数多くの歌謡を含む。なお、古事記は、高間ヶ原という語が多用される点でも、特徴的な文書である。古事記は、日本書紀とともに、後世では、危機と総称される。内容には一部に、違いがあり、日本書紀のような直線の生死ではないが、 古事記も、序文で、天武天皇が、戦六定期書く旧字、作義帝ミのル流竜用訓読文、定期を戦六し、旧字を打ち書くして、偽りを削り身を定めて、公用に、竜へ無と欲不。と見こと乗り下と記載があるため、直線とも考えられる。資料の上では、序文に書かれた、成立過程や、皇室の関与に不明な点や、 矛盾点が多いとする見解もある。ただし、あくまでも、神話の世界の話であることや日本における皇室の正当性を想起させる内容であることから、近現代においては、イデオロギーのための議論のもととして利用されることも、あったが、古事記に記述されていることが真実であっても、客色を含んだものであったとしても、 原点を当たる手段もないので証明の手立てがないと言わざるを得ない。また、日本初期における俗日本記のような古事記の存在を直接証明する物証もなく、冷えたあれの実在性の低さ、序文の不自然さからも古事記儀書説も唱えられている。古事記は歴史書であるとともに文学的な価値も非常に高く評価され、 また、日本神話を伝える神典の一つとして、神道を中心に、日本の宗教文化や精神文化に、多大な影響を与えている。古事記に現れる神々は、現在では、多くの神社で祭人として祀られている。一方文化的な側面は、日本初期よりも強く、創作物や伝承等で、たびたび引用されるなど、世間一っへの日本神話の神道に、 大きな影響を与えている。中野大江の王子らによる、蘇我イルカ暗殺事件に憤慨した蘇我江蔵は、大邸宅に火をかけ自害した。この時に、朝廷の歴史書を保管していた書庫までもが炎上したと、言われる。天皇記など数多くの歴史書はこの時に失われ、国記は、難を逃れて、天智天皇に献上されたとされるが、共に現存しない。天智天皇は、 白月の絵の戦いでとと白木の連合に敗北し、予想された都会攻撃への準備のためし書編参の余裕はなかった。その時点で、すでに書家の定期を呼び、本時は実ない混ぜの状態であった。人心の乱後、天智天皇の弟である天武天皇が即位し、天皇旗や焼けて欠けてしまった国旗に代わる国史の編参を命じた。その際、 二十八歳で、高い識字能力と記憶力を持つ冷えたアレに、定期及び、本字などの文献を、招集させた。その後、元明天皇の命を受け、王の安丸が、アレの、招集していた帝戸、三角公筆と、仙台旧人を編纂し、古事記を完成させた。成立の経緯を知るすじによれば、古事記は、天武天皇の命で、冷えたアレが、 招集していた、上述の、三公、筆技と、仙台九児を、大野安丸が書き記し、編纂したものである。かつて、招集は、単に、暗唱することと考えられていたが、小島の之や西宮和田カミラによって、文字資料の読み方に習熟する行為であったことが、確かめられている。署名は、古事記とされているが、作成当時においては、 古い書物を示す一般名詞であったことから正式名ではないと言われる。また、署名は安室が付けたのか、公人が付けたのかは定かではない。読みは古言文との説もあったが、現在は一般に音読みで古事記と呼ばれる。古事記は定期的部分と旧時的部分とからなる。定期は 初代天皇から第33代天皇までの名、天皇の皇妃、巫女、王女の名、及びその子孫の子族など、このほか皇居の名、知性年数、法年監視、寿命、両母所在地、及びその知性の主な出来事などを記している。これらは、朝廷の語り部などが暗唱して、天皇の体操の上がりの祭儀などで読み上げる、慣習であったが、 6世紀半ばになると文字によって書き表されたものである。九止は、宮廷内の物語、皇室や国家の起源に関する話をまとめたもので、同じ頃書かれたものである。なお、笹川直樹は、女名天皇の時代の後半に天皇と蘇我氏の対立が深まり、女名天皇が、蘇我氏が関わった、天皇樹などに変わる事故の正当性を主張するための、 定期と、旧時を改定と編算を行わせ、後に子である、天武天皇に引き継がれてそれが、古事記の元になったと推測している。本文は、変体漢文を主体とし、古語や固有名詞のように、漢文では代用しづらいものは一時一音表記としている。歌謡は、すべて一時一音表記とされており、本文の一時一音表記部分を含めて、 上大特殊かな遣いの研究対象となっている。また一時一に表記のうち、一部の神名などの、右側に上、さっと、中国の文書に見られる漢語の成長である四世の、内上昇と巨章と同じ文字を配している。古事記は、物語中心に書かれているが、それだけでなく多くの歌謡も挿入されている。これらの歌謡の多くは、民謡や俗謡であったものが、 物語に合わせて挿入された可能性が高い。有名な歌として、スサノオのイが屈なだびめと結婚した時に歌い、和歌の始まりとされる、ヤク立つ出雲の八がきつまごみに八重垣作る、その八重垣を、や、山とける命が闘世の木とで故郷を思って歌った、和は、国の魔ろばたたなずく、青垣山隠れる和し、うる和しなどがある。植えつかんちゅうつ。 巻下つ巻きの三巻よりなっている。現存する古事記の写本は、主に伊勢本系統と浦部本系統に分かれる。伊勢本系統を現存する古事記の写本で最古のものは、伊勢本系統の南朝、建徳2年、北朝、王安4年から翌、南朝、文中元年、北朝、王安5年にかけて、新福寺の僧剣有によって移された新福寺本。 古事記三条である。奥書きによれば、祖本は、上下巻が、大中富正四本、中巻が、藤原通宮美本である。銅花本写し、銅書本、写し、春遊本写しの銅花本系三本は、新福寺本に近く、共に、伊勢本系統をなす。浦部本系統伊勢本系統を除く写本はすべて、浦部本系統に属する。祖本は、 浦部金長自筆本である。元織織長による古事記伝朝廷では、平安時代、日本書紀について、大学寮の学者が、苦行に解説する、日本紀公演が行われ、古事記は、参考文献として使われた。古語を伝える書として重視されることもあれば、矢田部金持のように、変年体でないことで低く評価した上で、仙台旧字本義の方が、 より古い司書であると主張する講師もいた。鎌倉時代には、朝廷でも被験できる人が少ない基本扱いで、特に中間は、この池伝来の章を収めた、カムイン五分庫にしかないと言われていた。そうした中、校長3年に、右この絵大将、藤原道政が、不慮に中間を手に入れた。仁義官の浦部金文は、文英5年に、通宮日から、文英10年には、 高塚沙金平から中間を借りて書写した。公安4年には、藤原市一条家が、浦部家から借りた、古事記を書写して、自家伝来本と競合し、翌年さらに、伊勢神宮採主の大中富忠しが一条家から、借りて書写した。孫の大中富近田だが、伊勢神宮下空うねぎの渡良家行に貸して写本が二部、作られた。 これが、伊勢神宮と密接な関わりがあった神福寺に伝わる、古事記最古の写本のもとになったと推測される。渡来家行は、次書、類樹神儀本源に、古事記を引用した。室町時代後期の神道家の吉田兼友も、日本書紀を最上としつつも、仙台旧字本儀と、古事記を三部の本書と呼んで重視した。寛永半本古事記。 初版江戸時代初期の寛永21年に、京都で印刷による、漢本、古事記が出版され、研究が、盛んになった。出口信義が、強盗古事記を上京4年に刊行したほか、大日本史につながる、修士事業を始めた、徳川光国にも影響を与えた。江戸時代に流生する国学でも重視され、加田のアズマロは、古事記殺期、カモノ淵は、 古事記当初を表した。そして京都留学中に、官営版古事記を入手した、元織森長は、鴨の間淵との松坂の人よでも、古事記の重要性を解かれて、本格的な研究に取り組み、全44巻の注釈書、古事記伝を完成10年に完成させた。これは古事記研究の古典であり、厳密かつ実証的な工程は構成に、 大きな影響を与えている。第二次世界大戦後は、倉谷賢治や武田裕吉、西郷信綱、西宮和民、河野市高光らによる研究や注釈書が発表された。特に、倉谷賢治による岩波文庫版は、初版刊行以来、重版の通算は、約100万部に達している。二十世紀後半になり、古事記の研究はそれまでの成立論から、 作品論へとシフトしている。成立論の代表としては、津田総吉や石本忠氏があり、作品論の代表としては、吉井岩尾、西郷信綱、河野氏高光がいる。古事記には、近世以降、義書の疑いを持つ者があった。鴨野ま淵や沼田純義中沢美明、伊か田君松本正明、山戸岩尾、大島隼人、三浦優の 方が年寄らは、古事記成立が、公の司書に記載がないことや、序文の不自然さなどへ疑問を提示し、議書説を唱えている。議書説には主に二通りあり、序文のみが議書とする説と、本文も議書とする説に分かれる。以下に概要を記す。このうち、本文議書説の創作説は、 上代文学界、歴史学会には受け入れられていない。また、進化季節を決定づける確実な証拠も存在しない。上代特殊かな遣いの中でも、万葉集、日本書紀ではすでに消失している2種類の、もの表記上の区別が、古事記には残存するからで、このことは少なくとも、本文を創作とする、偽書説を否定する重要な論拠である。また、 義書とは、著者や執筆時期などの来歴を偽った書物を指し、古事記の場合、その来歴の記載がある序文が偽りなら、古事記すべてを義書とみなすのに、問題はない。ただし、これは、古事記の神話的、資料的の価値を全て否定するものではない。なお序文には、上大特殊仮な遣いは、一切使われていない。序文儀書説の論拠に、冷えたあれの実在性が低く、 大野安マロのような性の記載がないことが国史として、不自然であること、簡易のない低級身分の人間を止めりとして、登用したとは考えられないこと、返産の直令が下された年の記載がないこと、古事記以外の詩書では、たやすマと書かれているのに、古事記序文のみ、大野安マロと異なる表記になっていることがあった。ところが、1979年に1月に、 奈良市この瀬町より、大野安呂の母子名が出土し、そこに、左京市場四房、十四位した君後東府と阿蘇安麻呂の、水本い年七月六日卒の、養老七年十二月十五日木の富とあったことが、判明し、漢字表記の移動という論拠に関しては否定される、こととなった。しかし、儀書説においては、大野安麻呂の表記の移動が問題ではなく、 安室自身が古事記編纂に関与したことが何ら証明されていないことが問題とされる。また、平常系後から出土した大野安室の母子名を含む木簡の解析により古事記成立当時にはすでに古事記で使用される書き言葉は一般的に使用されていたと判明した。それにより、序文中のしかれども上古の時、 原意並びに方にして、文を四句を構え振ること、字に起きてすなわちがだし、は、序文の作成者が、当時の日本語の使用状況を知らずに想像で、書いたのではないかと指摘されている。戦者である太と尊そんやが、天使に創造する形式に習った序文である。新やすまこと夫根源岸士彫り気象ミーサオ無名。 無ためだれ地素の形たえどもふ収穫異分く不動ん不景小どもな和風遊を期待きたこにほてん、およくぜほぜ天皇将のちんききしかのところせ定期および本時期じきい、まさみたかの時深いその執筆ひつじへいくねん、その旨よく、滅ここの放火かへ抜きおうかの大取りはじめえん、こ未戦六みせうち各九時、作義帝実のるよく流行用こゆうとねりせ冷えた。 明アレ年年二28ため一層名度目止め小口、筆のみ、六神即直後アレレー小集定交尾刑及び、仙台球児を縁押し、球児の午後生先のりゆき作も、和道4年9月18日昇進、安間路線六冷えたアレ所称の直後球児。一見乗車金髄小旨司祭最前、上古の次元伊奈美法事記文化マ区クを自足南大帝。 初期者辞典地海美白市域通称、春田御代、小雨の港主の人かに西派限立て、宇賀屋吹き符号ソニー前め女を巻み山戸伊原エ美子天皇以下頻田及い前め中間、大佐崎の皇帝以下将、春田大宮前め下巻並び六三冠金券、上新安丸誠と高誠と恐れとんしゅとんしゅは同五年、正月二十八日生子以上、 君後と府と阿蘇安マロ天地海脈から、日本列島の形成と国土の整備が語られ、天孫降臨を経て、岩根彦の誕生までを記す。いわゆる、日本神話である。天地海脈の後に七代の神が交代し、その最後に、イザナギ、イザナミが生まれた。ニカは、高間原から、吉原、中津国に降り、結婚して結ばれ、その子として、第八島国を生み、 ついで、山の神、海の神など様々な神を生んだ。こうした国生みの途中、イザナミは、火の神を生んだため、火傷を負い死んでしまい、出雲国と法棄国の境にある、火場山に葬られた。イザナギはイザナミを恋しがり、光線の国を訪れ連れ戻そうとするが、連れ戻せず、国生みは、未完成のままを終わる。イザナギは、光線の国の汚れを落とすため、 みそぎを行い、左目を洗った時に、アマテラスをミカ右目を洗った時に、つくよみ命、花を洗った時に、スサノオの命を生む。その後、最初に生んだ淡路島の優遇で過ごした。これら三神は、三キ子と呼ばれ、神々の中で重要な位置を占めるのだが、つくよみ命に関しては、その誕生後の記述が一切ない。スサノオのミコとは、乱暴者なため、 姉のアマテラスに反逆を疑われる。そこで、アマテラスとスサノオノミコトは、心の潔白を調べる制約を行い、イツオ三女神が誕生する。その結果、スサノオノミコトは、潔白を証明するが、調子に乗って暴れてしまい、そのためアマテラスは、天岩宿に閉じこもるが、集まった初心の知恵で外に出すことに成功する。一方、スサノオノミコトは、 神々の審判により、高間ヶ原を追放され、吉原、中津国の出雲国に下る。ここまでは乱暴なだけだったスサノオノミコトの様相は変化し、英雄的なものとなって山田のオろチ退治を行う。次に、スサノオノミコトの子孫である大国主神が登場する。大国主の稲葉の巣うさぎや求婚と受難の話が続き、 少なひこなと共に国づくりを進めたことが記される。国土が整うと、国譲りの神話に移る。アマテラス・オーミカは、吉原、中津国の統治権を天孫に移上することを要求し、大国主と子供のことしろ主神はそれを受諾する。この竹南方人は、承諾せず抵抗するが、後に受諾する。吉原、中津国の統治権を得ると高間ヶ原の神々は、 天孫ニニギを、日向の高千穂に降臨させる。次に、ニニギの子供の山幸彦と海幸彦の説話となり、浦島太郎のルーツとも言われる渡辺の宮殿の、訪問や遺族の複族の由来などが語られる。山幸彦は、渡辺の娘と結婚し、誕生した息子もまた渡辺の娘と結婚し、孫の神武天皇が誕生して上官は終わる。上官に出てくる。 主な、神々初代、神武天皇から十五代王神天皇までを記す。二代から九代までは、血死やつしと呼ばれ、系譜などの記述のみで、説話などは、記載が少ない。そのため、この八代は後世に追加された、架空の存在であるという説があるが、実在説も存在する。なお、神武統制に始まり、大和武や神宮皇后について記す。 神武天皇などの各天皇の官封志望は古事記編纂当時は定められていないため国封志望のみで記されている各天皇陵の現在の否定値については天皇陵一覧の参照中間に出てくる主な人物16代仁徳天皇から33代水古天皇までを記す24代人権天皇から水古天皇までは ケツシアツシロと同じく系譜などの記述のみで具体的な著述が少ない。これは当時においては時代が近く自命のことなので書かれなかったなどと言われる。下巻に出てくる主な人物古事記はサブカルチャーでも授業され、漫画家、ライトノベル家などもされている。ありがとうございます。